どうもゆだです。はい、2024タイムアタックシーズン、今シーズンも一応ね、ちょっとまだ走ろうかなとか思ってた自分がいたんですけど、ちょっと前まではちょっとさっき作業して汚れちゃってるんですけど、ちょっとねもうやめました。まあ気温もね、3月入って暖かくなってきて、来始めてるっていうのもあるし、あとはやっぱりどうしても車が言うこと聞いてくれないんで、多分ね、俺、まあ自分の運転がそうさせてるのかもしれないけど、どっちかと言ったら言うこと聞いてくれてないんじゃないかなっていうふうに思いたいとは思ってます。はい、なんでちょっと、まあ整理すると、ちょっとなぜタイムが出なかったのか、まあ車の問題、運転の問題、まあコンディションは除いてね、であとは今後来シーズンに向けて、まだちょっと諦めてはないので、どういう方向でどうしていくかっていう話と、あとはちょっとまあ皆さんの知識とお力を借りて、ちょっとどうすればいいか教えてください。ちょっともう、ブランクというか挫折というか、まあどっちかというと挫折の方が言葉が合うのかなっていう感じではあるんですけど、本当に今シーズンはタイムで出せると思ってたですけど、全くダメだったね。はい、いいとこなしだったね。本当に全然なんかうまく走れなかった。はい。で、まあそこの原因の追求というか、まあなんだろうな、自分の中で、まあ、やってきたことがいい方向だと思ってたけどダメだったんだよね。それもまあ一個一個やってってるわけで、でまあもともとアンダーな車なんで、もちろんアンダーが消えるとは思ってないし、アンダーとどれだけうまく付き合っていけるか、まあドライバーがこう会話してってあげるかが、まあ速さだとは思ってるんですけど、なぜここまでひどくなるまでに気づかなかったというか、まあすごい曲がんないなアンダーだなっていうのはずっと思いながら走ってたんですけど、今までなんだろう、こう車のせいにしてきたことはあまりないというか、まあ自分の運転がダメだなって、こうだなって思いながらずっとまあ走ってたんですよね、自分の中では。で、まあうまくいかなかったとしても、ただそれ自分が操れなかっただけで、まあ車が悪いわけじゃないっていうような、まあ思い込みというか、ような、感覚でずっとやっぱ去年とか一昨年も、まあ去年からだよね、今シーズンもひどかったけど、去年から結構まあアンダーがひどくなってきたなっていう感じにはまあ苦しめられてて、もうちょっとこれからはやっぱり、まあ今シーズンは散々いろいろねバネ変更したりとか、まあ減衰も正直もなかなか聞きづらくなっ
ってるとは思うんですよね。もう結構走ってるんで、このサスも。で、あんまり、まあ、そんな、なんだろうな、変わんないような気もしてて。で、その中でも、やっぱ、多少なりともこう、良くなったりはしたので、やっぱり、まあ、パーツで、だいぶ、ま、車は変わるのかなっていうのは、まあ、実感はできたんですけど、それにしてもだいぶアンダーな感じなんですよね。で、TC2000、まあ、他のコースは正直、まあ、今年は、ま、TC1000 と、ま、つくば2000、富士本コースぐらいしか走ってないんですけど、富士の本コースは54秒は出たんですけど、ただそれ別に全然早いと思ってなくて、むしろ自分の中では、あの52秒出る車だと思ってるんですよ。で、うん、そうだね。なんで、別にそこはかなり、タイムアップしたからといって、今までが、まあ、ちゃんと走ってなかったのもあるんで、タイム更新しただけで、本来の、この VAB が出せるタイムではないと思ってるんで、正直。別に早いわけではないです。54秒でも。で、TC 戦は38秒1は結局、ちょっと微更新はしたんですけど、37秒後半真ん中は出る車だと思ってるんですよ、このタイム的にも。で、TC2000 に関してはベスト更新できずに。はい。で、TC2000 の伸び幅だけないようにも見えるんですけど、まあ、正直、一昨年ぐらいまでは一番得意だと思ってました、TC2000。自分の中で。だけど、一昨年が1秒6ぐらいなんですよね。ベストが。で、去年が1秒2なんですよ。で、そこで何が大きく変わったかって、フロントデフが入ったのと、050GS に変わったのと、で、軽量化も、まあ、結構、されたと思います。4、50キロは。で、毎年4、50キロ、今年も4、50キロぐらい軽くなってるんで。なのに、去年は、まあ、タラレバの話してもしょうがないんですけど、タラレバの話しちゃえば0秒が入ってるんですけど、それにしても、全くやっぱり、コンマ4しか伸びてないんですよね。他のコースで言ったら1秒とかは、ザラに伸びてるとこはあります。ただそこは、前回がね、うまく走れなかったとか、今回がうまく走れたとか、差は出るとは思うんですけど、基本的にもう、1秒近くどこのコースでもタイムアップ縮められてたのにもかかわらず、で TC2000 っていう大きいコースで、まあ、タイムの伸び幅も大きいコース1分以上なんで、30秒のコースでね、1秒縮めるなんて言ったら相当ですけど、1分以上あるコースなんで、まあ、コンマ後1秒なんていうのは全然縮むんですよね。その中で、全然タイムが縮まらなかったっていうのは、まあ、去年がうまく乗れすぎてたのか、それとも、去年ってか一昨年か。で、去年が全然うまく乗れなかったのか、なんですよ。で、そこの見極めも他のコースが結構タイム伸びちゃってるから、難しくて、TC2000 だけの話で言ったら全然車のセッティングも決まってないし、タイムも伸びてないんで、まあ、他のコースがだいぶ伸びたって言っても、それは、まあコースに合う合わないもあるけど、うまく乗れたんだな、のかなっていうのはあります。でもまあ他のコースに関してももうちょっと、うまく乗れたなとか課題点はあるなとかっていうのはあるんで、まあもっともっと出るはずです、タイムは。にしても TC2000 がやっぱり、伸びなかった。っていうのはやっぱり
運転のせいに今までしてきたんですけど、なんかここまで伸びないとやっぱり運転じゃないのかなっていうふうにもここ最近思ってきたんですよ。あのプロドライバーにもね、今年は2人乗ってもらいまして、ですごいアンダーだと、ターンインでクリップのところで車が入ってノーズが入っていかない、曲がらない、まさに自分が思ってた通りのことをそのまんま言われて、このまあこの速度で曲がれるだろうっていうので曲がれないんですよ。でブレーキがねリリースできない、離せないんですよね。なんかもう旋回姿勢入って、もうその次にアクセルオンっていうところでやっぱりワンテンポ遅れちゃうんですよね、今の車の感じだと。やっぱりプロにもそうやって言ってもらえたことで、まあ自分の運転もちろんあのまだまだやっぱり改善できるし、もまあ全然上手いとは思ってないんで、運転自体だけでもっと伸びるとは思うけど、それ以前にやっぱ車がちょっと出来上がってないんじゃないかなっていうのがあります。でその中でやっぱその原因は何かっていうと、まあバネレートアップしすぎとか、まあ何やってきたかっていうと、さっきも言ったんですけど、フロントデフとバネレートアップと、なんだっけ、軽量化か。でやっぱ軽量化もバランスだし、あとはまあ GS は正直みんなね050履いたらタイム伸びるとか思ってる人いるんですけど、もちろん上手い人はちゃんと使い切れれば伸びます。でも今までラジアで走ってたタイムを超えられないって人たくさんいます。きっちりやっぱり特性を捕まえて、その能力、タイヤの性能を発揮できないとタイムはもちろん縮まらないです。であとは一番のなんだろう、問題というか原因だと思ってるのは、自分の中ではフロントデフなんじゃないかなって思ってます。正直まあわからないです。来シーズンに向けてオーバーホールリセッティングするんで、その時にまあ変えれば違いが分かって出るはずなんで、そこで答え合わせはできると思うんですけど、デフを変えるまではデフが悪かったかどうかは答え合わせできないので、そこはちょっとまだもどかしいところなので、はい。なんで本当になんか散々いろいろセット変更したりとかしても、あまり多少変化はあったけど大きくは変わらなかったんで、でデフってどのパーツよりも一番重要というか、走りに一番直結する車のもうキャラクターが変わるパーツだと思ってるんで、まあ今回デフリセッティングするつもりなんですけど、今までの悩みがその一つで吹き飛ぶ可能性もあるんじゃないかなとは思ってます。なので今までまあバネ変えたりとかいろいろね、なんか細かくなんか補強外してとかいろいろやってたんですけど、それがバカらしくなるぐらい、もうフロントデフでこんなに変わるんだっていうぐらい、もしかしたら車が変わる可能性もあります。はい。で一応フロントデフは吊るしが入ってます、クスコの RS ので。正直吊るしでデフを組むっていうのはなかなかいないみたいです。まあリアもねフロントも両方吊るしで入れてたんですけど、やっぱりあの邪魔になってしまうパーツでもあるので、デフってまあいい塩梅で効かせるのがやっぱ4カーデフっていうぐらい、多分デフなんすよね。なんでちょっとあのカム角を
もうちょっと早く聞く55とかにして、でもちろんワンウェイです入ってるので、まあ確率は高め 100% か 80% とかでいいと思うんですけど、あとはイニシャルなんですよね。イニシャル、ハイニシャルの方が効くとは思うんですけど、聞き始めとか聞き早いかもしれないですけど、常にまあイニシャルかかっても待ち構えてるっていうか、もう多分ワンウェイだから聞いてないは聞いてないと思うんだけど、聞いてないとはいえ多少なんかこう常にイニシャルでかかってるので、そこがなんか邪魔になってんじゃないのかなって思ったりもするんですよね。四駆、まあエボインプでも多分違うと思うんですよ。あの、デフのセッティングって。で、VAB なんてなおさら、ね、違うだろうし、何がいいか、なかなか組み直しってできないんで、フロントは。正解がわからないんで、でももしかしたら、低イニシャルの方が、のフリーというか、抵抗もないし、オンになった時に、バチンと、聞く。イニシャルが低ければ、低くても高くても聞くのは、あの、変わらないと思うんで、アクセルオフの時間、コーナリング中にアクセルのオフの時間ってすごい大事で、そこをすごい自分の中では大事にしてるんですけど、クリップ付近の。そこのアクセルの入れ始めのタイミングだとか、ブレーキのリリースとあのステアを切り入れるタイミングってもう結構やっぱ、紙一重で、のタイミングなんですよね、うまく走らせるのって。そこがちょっとだ、デフのセッティングをどうしようかなっていうのはまだ迷ってるというか決めきれてないところでもあるんで、フロントデフの仕様をどうしようかっていうのをちょっと皆さんに聞きたいのと、あと変更するっていうのは、まあ車庫調のオーバーホールは多分すると思うんですけど、で今現状16、16入ってます前後で、フロントが 0.8 のヘルパープリゼロで、リアが2キロのヘルパーがプリ、まあ、車高調整がもう上がらないんでちょっとプリはかかってます。そんな感じです。で今回16、18で走ってたんですけど、その前は18、18か。で、18、20の時もあって、どんどん今下がってきて、ロール感とかは増えてきて、まあ、乗ってる側からすれば操作はしやすいんですけど、なんかでもまだやっぱり曲がらないんですよね。きっかけ作りとかはすごい作りやすいんですよ。やっぱ姿勢作りとかは。バネが落ちて。だから16がまだ硬いのか柔らかいのか、まあ、そこは自分で走って確かめてくださいって感じだと思うんですけど、皆さんそれどう思うかなっていうのと、あとはそうだね、あとはキャンバーがフロントが5度でリアが4度で、トウは結構前後ともアウトになってます。はい、それもちょっとフロントのキャンバーハイキャスターになってるんで、ちょっと5度つけすぎなのかなって思ってて、その一昨年の時は多分4度か4度半の3度ぐらいだったんですよ。やっぱその時のフィーリングって結構良かった気がして、せめて4度半3度半ぐらいに戻そうかなとかも思ってるんで、タイヤの減り方が結構内側なんですよね、減ってんのが。外があんまり減ってなかったんで、やっぱそこと、あと、アライメントもやたらめったらアウトにしすぎて、その、結局、旋回するバンプした時の、トーンというか、感じだと思うんですよね、合わせるのって。ちょっとつけすぎたのかなとかも思ってて、そこをどうすればいいかなっていう悩みです。はい。
ちょっともう、なんだろう。一人で、まあ、一個ずつ確かめていくのもいいんですけど、時間がかかりすぎるので、もうビシッと決めてバシッとタイム出したいんですよね。なんで、なんかちょっと、アドバイスをいただきたいなと思って皆さんに。ちょっともう一人じゃ無理だなっていう。いや、本当にタイム出なかったの、本当に悔しくて。本当に。本当悔しかった。なんで、ちょっと今、そんな感じで来シーズンに向けて、動こうかなと思ってるんで、ちょっと普段から、まあ、車のオンボードとか見てて、こうなんじゃないとか思ってる人いたら、ちょっとコメント欲しいですね。はい。うん。そんな感じです。そうだね。まあ、ミッションのオーバーホールとかもすると思います。来シーズンは。車検もあるしな、ほんと。大変です。来年に向けてはちょっといろいろと。めんどくさい。お金もだいぶかかるんで。はい。という感じなんで、ぜひ、皆さんのお力添えをちょっと、いただきたいなという感じで思ってます。はい。で、とにかく、車の動きで、そう気になってるのは、そのターンインのノーズの入らなさ。そこが入るだけで旋回はもう変わっていくと思うんで、そこです。一番の課題は。で、TC2000 で言うと最終コーナーもだいぶアンダーだったんで、プッシュアンダーも出ちゃったしね。はい。そんな感じです。はい。という感じで、ちょっとまあ、動画ももう、撮るネタがだいぶ、ないんですけど、次の動画は何になるか全くわかりません。はい。という感じで、はい。ちょっと暑い。はい。という感じで以上です。はい、ありがとうございます。